これさ、ちょっと待って。これさ、挨拶する前に俺弾こうかな。挨拶する前にちょっと弾かして。いくよ。ちょっと待って、挨拶する前に一回弾いてみようか。ちょっとね、お試しでね。お試しでね。これ、来るんじゃない？ワンちゃん。いや、来る説マジであるよ。いくよ。ミクちゃん。お願いね。これ、挨拶前にこっそり、来てる！来てるよ！待って！待って！来てるよ。最後じゃない？これ。最後じゃないな。3番目だな。これ来るんじゃないかな。まあ、さすがにないか。いやまあさすがにないよね。いやまあさすがにないか。えらなんね。うん。この後だよね。なに？ああ、でも、いちか、いちかちゃんだよ、こっち。ええー、ちょ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 、発言大会。なんとですね、想定外のことが起きました。フライングゲットガチャ、フライングガチャをしたんですけど、なんと、いちかちゃん出ちゃいました。ありがとうございます。今回のキャラじゃないと思うけど、待って、エナランが、強くない？待って。スコア90%以上アップで、90%以上アップ。何 90%？ なんでそんな曖昧なの？ 90 以上アップ。合ってるわ。グッド以下を出すまでは、スコアが100、いや、何 140？ 140% アップするんだって、スコアが。俺の小学校の時の身長ぐらいあるよ、これ。いやさ、これさ、いやもう俺の狙いは一点狙いでエナなんないよ。いや、エナなんないよ。エナなんないよって新しい曲作れそうだけど。いや、マジでこれ。待って、水木ちゃんのこの足？水木ちゃんの足はやばいけど。水木ちゃんの足すげえな。めちゃめちゃ美女じゃん。水木ちゃんの足が美女って何？いや、あんちゃんもさ、いいんだけどさ、やっぱさ、エナなんだよね。いや、個人的にね、キャッチで弾きたいのは、キャッチザモーメントで弾きたいのは、この、水木ちゃんなんだよね。いや、この水木ちゃんもやばいけど、やっぱエナなんだよね。フライングして、ごめんなさい。で、確率はいつも通りということでね。6%あるんだけど、毎回のごとくカラフェスってね、別にね、そのピックアップのキャッ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 ピックアップの確率が上がってるわけじゃないんだよね。0点。いや、上がってんのか？いや、上がってなかったと思う、確か。仕様が変わった、ほら、0.4%変わんないんだもん。だから、まあ、言ってしまえば対象外の排出率がアップしてるだけなんですよ。だからです。やっていきましょうか。まあ、さすがに来ないと思うけど、いや、来てお願い！なんでこのタイミングで出すの？え、ナナを。あー、待って、やだー。やだよー。来るよ！ミクちゃんと一緒に！プーティー！プーティー行くよ！ミッドナイトプーティー！いくよ、スキップします。クラッキャッキュンキュンキュン。エナナンが応援してくれてる。エナナンが応援してくれてる。いや、これは引かないと怒ら脇。いや、前回さ、俺結局天井したじゃん。だから今回本当に来てほしいなっていう気持ちがすごくあるんで、お願いします。天井部ないんで俺。はい、お願い。ちょっとエナナンが本当に、よしよし、じゃあ、行かれよ！マイクシュッ！いくよ！ 3、2、1！ ミキさんで！パーッ！パーッ！危なかった、今。何言うた？一発目で！一発目！あー、違う！あ、でも待って！ロリマフユー来たね。ロリマフユー来ましたね。いや、マジか。これ、欲しい人いいんじゃない？ロリマフユー。あんちゃんかっこいい。何？めっちゃかっこいいんだけど、このあんちゃん。今回の新春じゃないの？待って。待ってこなかったー。スキップします。あー、そうだよね。こうやってね、対象外のキャラクターたちがアップしてるんですけど。うわ、何食ってんのこれ。何食おうとしてんのこれ。お母さんがいて。うさぎ食おうとしないで。いや、マジお願い。だって天井分ないからさ、これ、限定だよね、これ。ちょっと一回戻っていい？限定だよね、えなな。あー、ほら、S 限定なの。ずるいって。リグレットルパンティール。大丈夫、名前これ。水木ちゃんとエナなんが、一番いいところ、一番欲しいところだ、俺が。俺的にね、一番いいところっていうのは人によって違うけど、俺的に一番いいのは、限定2人なんだけど。待って、欲しいよ、お願い。生かして、お願い。なんで？あ、来てる！ 3、2、1、ファイト。ミクちゃんと戦う、俺は。ミクちゃん、でも、戦ったら俺勝てないだろうな。俺、脚力しか強くないから、脚力も強くないからな。これ、何番目？ 1、2、3。1、2、3。数え方がもう完全に幼稚臭いんだけど。って、これ左行くでしょ？左って、みのりちゃんが来ます。
実質エナナン、実質エナナンが来てワタアメが来ます。トウヤくんって呼んでくれない、ワタアメって呼びます俺は。で、あミキさんね、いやいいよ来てる、可愛いキャラクターたちしか来てない今んとこ。トウヤくんも可愛いからね、行こう。でこのコハネちゃんが来た、来るよ、そろそろお願い、そろそろじゃない、次か、次の次、あっちゃー、え、でも水来た、あマジで、もういや、マジで、え、マジで、これは嬉しいんだけど、これ普通にね、え、これ何これ、え、何これ、水来ちゃんの足、いくよ、あー、え、待って、コラージュロリータオリジナル、ロリータオリジナルか、え、待って、マジか、え、普通に嬉しいんだけど、エナナン先引きたかったな。ピザ配達来たから右向いてんのかな、これ。え、これヤバなんじゃない、だいぶ。え、だって、え、フェス券引いたよ。え、待って、エナナン欲しい。エナナンお願い。ほんで、この調子でいくよ。え、エナナンマジで欲しい。ほんで、いきます。行かせていただきます。あんま時間かけすぎても怒られるんで。あ、来てる来てる、これ確定、確定です、いきますよ、これ、これさ、フェス限確定とかだったらいいのにね。1,2,3,4 番目です、4番手はエナナンで来ます。ルカちゃんが可愛いです。あ、やっぱシャンシャン、あ、ネイルしてるんだルカちゃんって。あれ、今初めて知ったかもしんないな。人の爪ばっかジロジロ見ないでしょみんなも。だってだってさあ、はじめましてっつってさ、人の爪ばっか見てたら気持ち悪いと思わない？あ、来るよ、はいはい、どうして、あー、どうして、どうして、俺もどうしてって感じだけど、みずきちゃんどうして、なんでピザ配達2回呼んだね、この短期間にピザ配達2回呼んだの、なんでなの、え、マジでなんでなの本当に。みずきちゃんかー、あー、実質エナナのみどりちゃんの、みのりちゃんのエナナ来ましたね。みのりちゃんのエナナって何、ロリロソリソリッドサータチョチャベルトジュートジュチャチュビタチャ、まマジ出ないんだけどこれ。だって限定ガチャ引いとかないってやばいよね。いやー、いくよ、いやまだあるからね、意思的に言うと、みずきちゃん2人いるんだから、エナーナ呼んでね、お願いね。いや、ミクちゃんが呼んでるとか、これは どうなのかわかんないわ。ミクちゃんがこれ、あの、なんつうんだ、呼び起こしてんのか、召喚させてるのか。あー、でも最後の方か、最後の方だったら、いや、一回スキップ使います、いくよ、せーの、はい、あースリーワン、スリーワンじゃんこれ。え、待って、スリーワン、え、今回のやつじゃないこれ、こだわりと情熱、スリーワンじゃんこれ、スリーワン、まさかのカイト君が来てくれました、ありがとうございます。まあこれはね、普通に嬉しいですよ、星4が来た時点で嬉しいんだけど、やっぱエナランの時と喜びの差がね、どうしてもついちゃうのよ。みんなもそうでしょ、だからエナラン来るまでお願い、チャッスチャッスチャッスってなんかオードリー春日さんみたいな、いくよ、お願いします、お願い、ここで金色来た来た、え、待って、でもこれさ、え、6パーとはいえめちゃくちゃ引いてない、あ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 、えら、ほら、ちょっと、あー、おー、オーマイガー、オーマイガー、おい、あ、シュシマイ、あ、あ、あ、ブサーチョールトマション、ちゃんちゃんちゃん、ちゃんちゃんちゃん、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 いや、待って、いきます。飛ばさせていただきます、これは、長いので。あー、ダメって言ってる、え、なんかすごい声出てんな俺あーって何どっかの民謡みたいな、どっかの民謡みたいになってるけど大丈夫かな。いや、ゆっくり見ていこう、みんな待ってくれるから、長いとか言わないで、長いとか言わないで、本当に来る、あー、まゆちゃんね、いや、いいんですよ、可愛いよ、めちゃめちゃ可愛い、この衣装欲しいもん、来る、お願い、来る、あ、これは、え、これ前触れじゃない、だって、え、エナなんか手前で来るってやばくないこれ、普通に、え、え、ああ、びっくりした、びっくりした、びっくりした、急に叫ぶからびっくりしたじゃん、びっくりしたじゃん、ねえ、ねえ、急にびっくりするからやめて、そういうの俺ホラーゲームやってないからねえあー、マジか、待って、なんか鹿の角みたいなゲットしたな、あ、竜の角か、あ、めっちゃいいじゃん、え、
めっちゃいいじゃん。なんとかにも着せれるのかな。あー、つかすくん、あー、イラストいいな、これ。明日の夜空って感じがする。正月バージョンの。いや、俺は、いっぱい出てますけど、やっぱりね、エナナンが出ないと終われないんです。すいません。エナナンが出ないと、いや、ここで、さすがに決める。さすがに。さすがに。みんな応援してくれてる。全部虹出せるって。サクエさんなら全部虹出して全部エナナンができるって。信じてる。スキップいきます。3、2、1。エナナン。ショータイム。ヤッホー、じゃうやばいね。すごいわ。うん、引き運はめちゃくちゃすごい。本当にすごいと思う。本当にやばい引きしてると思うけど。え、待って、これ、エナナイが全員引いてね。あんちゃんね、ありがとうね。ありがとうね。グレンデを、グレンゲを照らすほどの、あんちゃんね。いや、ちょっと待って。ちょっと待って、あ、リンちゃんとエナナが引けない。マジで言ってる？え、マジで言ってる？エナナ引けてないの、マジで痛いんだけど、これ。え、心が痛い。え、本当にやめて。本当にやめて。痛めつけないで。正月最後に俺を痛めつけないで、マジで。本当にお願いします。エナナ、お願い！すいません。すいません。お願いします。すいませんって何？何を謝ってんの、俺は。来る？あー、急になんか、酔いが覚めたっていうか、酔いどれ知らずの。え？あー、ありがとう。あ、発言だったの？え？発言だったの？発言だけど、エナナンが見たくなる。ね、お願い。これちょっとパッて引いて、このガチャちょっとパッて引くわ。パッて引くわ。来てる来てる。え、今日パッて引く。パッて引くって言ったのに、めっちゃ長引いてる俺。パッて引くって言ったはずなのに、みんなに。宣言したのに、グッバイ宣言したはずなのに。何番目？ 4 番目か。また4番目か。お願い、お願い。かなでちゃん、グループのエナナンっていう子がいるんだけど、知ってるか？知ってると思うんだけど、お願い。そう。これを4番目に来てほしいの。この、エナナンっていうキャラクターを4番目に来させてほしいの。お願い。あ、キト君来てる。え、待って。来てる。え、これは、これは。お願い。みどりちゃん。ちょっと待って。そういうことじゃないの。そういうことじゃない。違う。声優さんは呼び起こさなくていいの。ねえ、かなでちゃん、頭いいね、あなた。かなでちゃん、頭いいね。CV が鈴木みのりさんだからって言って、みのりちゃんを4番に出してきや。4番に出してきたな。頭いいな、かなでちゃん。いや、ありがとうございます。実質ええな。めちゃめちゃ笑ったな、これ。もう正直、俺、追い詰められてます。だって、30消費するでしょ、これって。あと40連だよ。行かせていただきます。いや、マジで。どうしよう。喉痛いしさ、みくちゃん。みくちゃん、喉痛いし、心も痛いしさ。どうしたらいいこれ。あー、もうなんか、みくちゃんも弱ってきてないこれ。だって来てないんでしょ。みくちゃんも弱ってきてる。どうしよう。あ、エナナンは引けてんのよ。かろうじてエナナンは引けてんの、マジで。かろうじてエナナンは引けてる。いや、マジイラスト神なんだけど。かろうじてエナナンは引けてるんだけど。いやー。やん、あと3回。いや、ちょっと待って、本当に奇跡起きて、ガチで。ガチで奇跡起きて。マジで余裕がなくなってきた。ふざける余裕がなくなってきたら、からお願い。虹色ね、ありがとう。ふざける余裕がなくなってきてんの分かる？最初のすげえ俺ふざけてたじゃん。でも、ふざける余裕なくなってきてんの。あ、何番目これ分かんない。いくよ、スキップ。いきます。3、2、1、エナナ、お願い。どうして？ああ、これは、綺麗な、女神様が、いや、マジで。もう、水木ちゃんファンからしたらさ、ふざけんなよってなってると思うけど、俺はエナナンファンだから、ふざけんなって思わないけど、ふざけんなとは思わんけど、やばいね。気持ち的に。マジこれ、俺、どうしたらいいこれ。やばいんだけど、普通に。お願い来て。本当に俺が今年の運が、今年の運すべて捧げるって言ったけど、今日だけだった。だから運がほとんど残ってない状態だわ。
これやばい、本当にやばいな、これ。待って、普通にやばいわ。ミキちゃん、飛ばすよ。あ、やばい、本当にやばい。あ、いや、普通にやばいわ。これどうしよう。いや、普通にやばい、これ。だって、最後じゃん。最後じゃん。これ来なかったら、俺、普通に爆発するんだけど。めっちゃ怖いこと言ってる、俺。すんだ感じでめちゃめちゃ怖いこと言ってんな。いや、お願い、爆発するから。なあなあ、お願い。なんで？なんで来ないの？俺の元。みんなの元には10連できたりしてるんでしょ？お願い。なあなあ、最後の希望が、お願い。くっか、嘘、マジで。マジで言ってる。これやばいな。あ、これやばいわ。どうしよう。あ、これやばいわ。やばい。スキップしますよ。ああ待って。いや、ちょ、待って。いや、嘘、マジで。マジでやば。待って。待って。あ、普通に、あ、待って。あ、あ、これは、やばい。やばい。いや、皆さん、良いお年を。お疲れ様でした。俺は、今年、最後、エラナを引くことができませんでした。お疲れ様でした。ありがとうございます。ご視聴いただきありがとうございます。本当に、良いお年を。すいませんでした。